今日何しに来たの？今日もパパを将棋で、お倒すことを目標とした、うん、将棋をしたいと思います、はい、パパちょっと忙しいで。ん？じゃあそれをハンデとして。何このガタガタの？知らねえ。イラッとするな。もういいや。はい。あれ、ならんくなった。ああ、なんと。なんでもいいですよ。今日も玉は私でございます。はい、どうぞ。まあまあまあ、ここはまあ、とりあえず、こうしとくこと。臨時までも、なんで嫌やねん。はい。あ、まあ、壊せんで一生ということで。あれれれれれれれ。ひったよー、ひったよーに、ひったみっころー。どっくるさい。はい。ここやな。じゃあ、私は、昨日と同じプランで、こうしようと思います。はい。パパも、今日は、同じパターンでやることが想定できます。はい。あー、そうなる、そうなる。あそこが結構踊られたとしても別に、うん、いいことどうぞ。ここが、ここはまあこうしておこうかなと。バイバイバイ、先手一緒に行くと。じゃあ俺世界で一番少ない先生。ラッキー。はい、どうぞ。長くなるぜこれは。友達と将棋せんの？友達将棋でき。そうなの？はい。考えろ。もう嫌だ。疲れた。考えるのに疲れた。はい。うわ、めんどくさ。何を考えて勝負したの？ん？何を考えて？うん。何を考えてって言われてもな。とりあえず、うん、非角金銀、桂、まあ玉、うん、まあっていう歩以外のものを、うん、どれがなんか一番戦いやすく使えるかみたいなのを自分の中で優先順位決めて、なるほど、相手のものの一番最初それを取りに行こうとする。よし、頑張れ。いいよ。
今から長い長い将棋が始まります。これ将棋しながらオセロとかしたらどうなるの？終わり、頭パンクするんちゃうか。やった？やってない。よし、ここはこうして非公開にしようじゃないか。非公開？非公開。何非公開って？非の公開。非？非？非？いや違うか、まだいけるんか。じゃあ俺こうするしかね。うわうわ、めんどくそ。そんなことしちゃうんや。いやまあほんまはこういう形にした方が一番いいらしいから。もう私ちゃんと調べているんですよね、うん、まあ。いや一番最初は、うん、核の交換をするときに、うん、交換だけじゃ意味がないやん。交換するだけやったらもう普通にどこでも置けるよっていうことしか得られへんから、うん、そこでこれが一番、まあ一番っていうより、まあやりやすいみたいな感じだから、それを作りよう。人よに予約。でしかも、うん、まあ、俺の優先順位の高いものは、うん、金銀非核、まあ、この4つになるんやけど、今のだってさ金捨てて、まあこれを先に取るってこともできるわけや、うん。でも、まあ、そういうことをするっていうのもいけると。こうしようじゃん。よし、相手の核と非をゲットだぜ。てれ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 。おかえりんごー。何したのか。将棋ショー。これ弱いで。どうぞ。楽しくてしょうがないわ。本当？あれ？俺に負けた。おかしい。おかしいはずだ。あ、歩動いた。ほんまはそうなんやね。力が前に出るためにマイパンヘッジプチッとするよ。私はそういうためだけは使うとなんちやってるのに、たまにたまもの力が前に出るためにマイパンヘッジこれさ、うん、こうやってやってさ、火の横バージョンにしたりできひんのかな。バッテリーがなくなった。じゃあ続きやっときます。